夏の寝具はこういうのが一番です。ござですね。畳は、畳の上にこの上を、上敷きっていうのが乗せるんですけどね。敷くんですけど。そして、シルクのブランケットですね。冬はこれに、羽毛布団とか入れてですね。それで、掛け布団にしますけど、夏はこのシルクだけをですね、カバーだけ使います。ブランケットと言いますけど、サラサラして気持ちいいですよ。まあ、汚れがつかないんでですね、一年中は洗う必要ないですね。あんまり洗わないですよ、これ。汚れがつきませんから。基本、体に排気ガスとか、砂の汚れとかあったら、これにくっつきます。だから一応体を拭き取ってからこの上掛け使った方がいいです。そうしたら洗濯しなくていいです。これ便利ですよ。これずいぶん昔に買いましたけどね。一時はもうこれ賞味期限切れかなと思ったけど全然問題ないですね。で最近予備に買おうかなと思ったけどこれ あるんかな探してみるほどでもないし、もしなかったらですね、着物の生地を布団カバーに作り替えてもいいかなと思いますけどね。縫い直しってやつです。